オーシャンカップ競争とは、ボートレースの SG 競争の一つ。通称、オーシャン・オークル。正式名称は、海の日記念オーシャンカップ競争。当初の開催期間は、海の日の前後であったが、同日が、ハッピーマンデーに加わったことにより、2002年から2009年までは、開催期間が7月の最終週に変更された。このため、 7月と8月の月またぎ開催となる場合もあった。2010年以降は2014年と2020年を除き、最終日が海の日になるようになされている。ナイター競争で開催されることが多いが、賞金が減額された2011年以降は昼間、開催が増えている。2019年より優勝賞金は3300万円となっている。 2017年と2018年は2700万円。2011年から2016年までは2500万円。2010年以前は4000万円だった。1996年に新しく国民の祝日に加わった海の日を記念して誕生し、同年に第1回大会がボートレース隅の江で開催された。2010年度からそれまでの GI 競争のみ対象であった。 選出基準に GII 競争が加わった。出展は、ボートレースオフィシャルウェブにある、オーシャンカップ一覧の各回ページより、SG 競争等に使用する、通称名称の使用及び SG コミュニケーションロゴのリニューアルについて、ボートレースオフィシャルウェブ、2013年10月26日時点のオリジナルよりアーカイブ、2013年10月27日閲覧。 SG 競争開催要項 www1.g-reiki.net。2020年12月6日閲覧。スタート事故は原点だけでは済まされず。フライング時代期間消化後6ヶ月間のプレミアム GI、GI、GII 競争からの除外となり、先行に大きなマイナスとなる。正式には、選手、 審判員及び検査員報酬長会規定に基づき、出場停止処分を受けたためである、グレードレースの見直し及び、平成23年度優勝賞金額について、オーシャンカップ競争の新設 SG、GI 及び GII 競争開催要項の一部改正に、ついて令和3年度 SG 競争及び、プレミアム G1 競争等の開催地決定。 SG 第26回オーシャンカップ入場制限についてアシア協定上2021年7月24日、令和4年度 SG 競争及びプレミアム G1 競争等の開催地決定。ありがとうございます。